どうもバズマクのピーキュンチャンネルをご覧の皆さん、田畑守です。今日は皆さんに植物防疫館に馴染みが深い5つの生き物を紹介していきます。まずはこれ、アフリカマイマイっていうカタツムリです。アフリカマイマイは雑食なんで野菜とかでもめっちゃ食べます。こんな大きくなることもあります。海外のあったかい地域だけじゃなくて沖縄とかにも生息してますんで、もし見つけても持って帰ってきたら飽きませんよ。次はこれ、コナカイガラムシです。これは口がストローみたいになってて、果物の汁を吸う害虫です。体から出すロウ物質っていう白い粉みたいなんが模様みたいになっています。この虫みたいに先っぽどんな伸びんねんって突っ込みたくなる種類もいます。そしてこれが蝶やガの幼虫です。植物検疫では野菜や切り花なんかからよく見つかるメジャーな害虫です。ところで皆さん、幼虫の目ってどこについてると思います？この部分が目違うんかって？それが違うんですよ。ここは頭を守るヘルメットみたいなもんで、本物の目はこの小さい点なんです。だからあんまり見えてません。それからこれです。蜂のように見えますが、ミバエというハエの一種です。果物などに卵を産みつけると、卵から帰った幼虫が中を食い荒らします。ミバエの中には農業にめちゃくちゃ被害を与えるものがいっぱいいるんで、日本に侵入せんように警戒しています。ちなみにハエを叩き落とそうとしてもなかなか当たらへんの、なんでか知ってます？なんでか言うと、普通の昆虫の羽は4枚ですけど、ハエの羽は2枚で、羽が退化した平均根っていうバランスを取る器官がついてます。このおかげでどんな姿勢からでもうまく避けられると言われています。最後にピーキュンです。ピーキュンはテントウムシなんで、アブラムシなんかの害虫を食べてくれるいいやつです。かわいいでしょ。ピーキュンができたんは割と最近です。植物防疫所にもマスコットキャラクターが欲しいってことで、植物防疫館でデザインを募集して人気投票で1位になって選ばれたんです。ピーキュンのおかげでこの田畑を皆さんにお話しする機会をもらえて感謝しています。ありがとう。以上、植物防疫所で馴染みの深い生き物の紹介でした。私の話を気に入ってくれたら高評価とチャンネル登録お願いします。それではまた。